どうも、吉高です。最近ユニクロ U の2021年秋冬コレクションが発売されたと思うんですけれども、YouTube を見ているとですね、いろんな YouTuber の方が購入品の紹介だったりレビュー動画をアップしていると思います。で、例に漏れずですね、僕もユニクロ U で購入したものは動画で紹介したんですけれども、その動画にですね、たくさんのコメントをいただきました。ただ、気になるコメントがいくつかあったので、今日はそのことについて話していきたいなと思ってます、はい、でそのコメントの内容っていうのがですね、僕が購入したアイテムに対して、自分も同じものを購入しましたと。ただ他の YouTuber の方の評価が微妙だったんですけれども、吉高さんどう思いますかとか、吉高さんはなんであのアイテム購入しなかったんですか、何か微妙なところありましたかとか、僕が購入してないアイテムに対して吉高さんはあのアイテムの評価どんな感じですかとか、そういうねコメントをちらほらと見かけたんですよ。で、そういったコメントをする意図についてなんでなんだろうなって僕の中で考えてみたんですけれども、僕の憶測でしかないんですが、おそらく自分がいいと思ってるアイテムに対していろんな意見があるので 100% の自信が持てていない状態なのかなと僕は思うんですよね。で、そういった方に僕が伝えたいことがありまして、少しでも一瞬でも自分がいいと思ったアイテムがあれば着てほしいなと思うんですよね。最後は自分の直感を信じてそのアイテムを買って着てほしいなと僕は思っております。はい、インターネット上にはですね、たくさんの情報が溢れていると思うんですよね。もうたくさんの発信者の方がいるので、その分の意見があるので、だからこそ最後はね、自分の直感を信じてほしいんですよ。自分が少しでもいいなと思っている状態で発信者の方のね意見を聞くと割とノイズになることが多いと僕は思っていて、なのでもうそういうね意見は無視して自分の直感を信じてほしいんですよ。ただ自分がいいと思っているものがない状態、何を選べばいいかわからない、右も左もわからない状態であれば、インフルエンサーの方、発信者の方の情報は参考になると思うんですよね。そういう場合はですね、ぜひ参考にしていただきたいなと思うんですけれども、そうじゃない場合はですね、もう無視でいいです、はい、仮にですね、自分がねいいと思ったものを購入して周りにケチをつけられてしまった場合は、それも無視でいいですこうやってね、僕 YouTube で発信していると自分がいいと思って買ったものに対してケチつけられること結構あるんですよ。なんですけれども、僕はですね、心の中でうっさい黙っとけやって思ってるんですよね俺がいいと思ったものはいいんじゃとそう思ってるんですよ。なので皆さんもいいと思ったものはですね、自分の直感なのでそれを信じて着てほしいんですよ。ちょっとでもね迷いがあるのであれば、それは参考にするべきです、周りの意見は。なんですけれども、そうじゃない場合、100% の自信がある場合はですね、もうね、そういう意見はね、無視してくださいと。そういうことをね、伝えたいなと僕は思ってるんですよね。なので、僕が前回アップした動画、ユニクロ U マストバイ3選みたいな動画をアップしたんですけれども、あれもですね、あくまで参考程度にしてほしいんですよね。あくまで僕のマストバイなんですよ。洋服ってその人のライフスタイルとか手持ちの洋服とかコーディネートのスタイルとかいろんな要素が絡み合って洋服を選択すると思うんですよね。あくまで僕のライフスタイルで僕の手持ちの洋服があって、僕のコーディネートのスタイルがあって選んだ3着なんですよ。なので皆さんにおすすめできるかっていうと、そうではないんですよね。ただ僕はですね、全力でいいと思っているので、ああいう形でね、おすすめしているんですけれども、全員に、マッチするかっていうとそうではないので、参考程度にしてほしいんですよ。今回もですね、正直ね、動画上げるか迷ったんですよね。前回の動画でも少しね、冒頭でポロッと話したんですけれども、もういろんな人がね、ユニクロ U については紹介しているので、僕が紹介する必要ないんじゃないかなっていうのをね、ちょろっと話したんですが、その動画のコメントでですね、吉高さんが何を選ぶか気になってるんですと、だからアップしてくださいと、いう意見が結構多かったので、今回もアップしたんですけれども、本当にね、あくまで参考程度にしてほしいです。最後は自分の直感です。僕が何て言おうと、自分がいいと思うものがあればそれを購入してください。吉高黙っとけと僕がめちゃくちゃいいって言ってるもの微妙やったら、吉高それ微妙やぞでいいんですよ。吉高それ微妙やぞって僕は言われて、いやこれはめちゃくちゃいいぞって思ってるんで
もう洋服なんてね自己満足ですし、もうねその人にしかわからない世界でやっているので、もう意見がぶつかることなんか当たり前だと思うんですよね。なのでいろんなインフルエンサー、いろんな YouTuber の方、インスタグラマー、TikToker、いろんな方が何を言おうと最後は自分の直感を信じてくださいと、まあそういうねメッセージをねこの動画で伝えたいなと思ってます。はい、まあそんな感じで、ただ、まあくまでねこれも僕の意見なんですよ。いやいや、いろんな洋服をたくさん着た人が動画で発信している情報って割と正解に近いと思うんだっていう意見もあると思うんですよね。確かにそれはそうだなと僕も思います。なのでこの動画の意見もあくまで僕の意見なので、もしね私こう思いますっていうのがあればコメント欄で教えていただければなと思います。いやいや吉高さんそうじゃないですよと、 100% 自信が持てない人もいるから、そういう動画を見るんですよとか、まあ、そういうね意見があれば教えてください。これはですね喧嘩をしたいわけではなくて、いろんな人とね、こういう意見もあるんだみたいな感じでね会話をしたいなと僕は思ってるんですよね。視聴者の方とコミュニケーションをね取りたいなと思っての、意図です。はい、なので、僕私はこう思いますみたいなのがあったら教えてください。で僕はそれに対して否定することはあんまりしないんですよ。基本的にね僕人の意見を否定することはあんまりなくて、確かにそうだよねっていう感じでね聞き入れたんですよね。でも僕はあくまでこう思いますよっていうスタンスで今、今回ねこういう動画を撮っているので、まあそんな感じで今日の動画はですねこれぐらいにしておきたいなと思ってます。はい、というわけで、今日の動画少しでも良かったなと思われた方は高評価ボタン、チャンネル登録を押していただけると嬉しいです。あとインスタグラムとかツイッターもですね頑張っているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで、今日もですね最後まで動画の方をご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。